au イズシリーズイズ1 2 t 富士通富士通モバイルコミュニケーションズ東芝製のスマートフォンイズ1 2 t マイクロソフトウィンドウズ47イズ1 2 t ウィンドウズ4イズ1 2 t は富士通東芝モバイルコミュニケーションズによって日本国内向きに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで第3世代3.5 世代移動通信システム対応ストレート型スマートフォンである。製造型版は TSI-12。2011年7月27日に KDDI 並びに日本マイクロソフト、富士通東芝より公式発表された。世界初の Windows Phone 7.5を搭載したスマートフォンである。また、日本国内で通信事業者が一般向けに販売する機種としては、 唯一の Windows フォーン端末でもある。マイクロ SD カードなどの外部メモリ用スロットはない。内部メモリは約 32GB の容量が搭載されており、内ユーザーが利用できるのは最大約 28GB までである。発売時はイスウェブメールに対応せず、Windows Live p h トメールなどの PC メールの利用が案内されていた。 2011年10月には対応したものの、プッシュ方式ではなく、一定時間ごとに取得する、フェッチ仕様である。受信間隔は、最短で30分に一度であるため、それ以上の頻度で受信が必要な場合は、手動で受信操作を行う必要がある。また、無線 LAN 経由の送受信は、不可能である。イズ 11S 同様、シムロックはされているものの、 最初に挿入した AUIC カード以外は使用不可という制限がないため 4GLTE 契約のもの以外の他の契約の AUIC カードを利用することができる。c メールは発売当初は国内での受信のみ利用できた。2012年1月19日実施のソフトウェアアップデートにより国内での送信に対応した。海外ローミング時は 同年2月16日のアップデートにより対応した L800MHz 帯エリアでの送信はできなかった富士通東芝は2012年4月1日に富士通モバイルコミュニケーションズに社名変更しているため富士通東芝として開発した Windows Phone は本機が唯一である本機の CM は他の富士通東芝製東芝ブランドの製品と 同様富士通名義だった。2015年6月18日にマウスコンピュータからマドズマ Q501 が登場するまでは日本国内唯一の Windows Phone OS 搭載スマートフォンだった。また、同日現在、店頭販売はすべての地域で終了している。なお、公式通販サイトである au オンラインショップでは2014年9月まで在庫販売が行われていた。 ありがとうございます。